どうも、今回は二色そぼろ弁当6日分作り置きを作っていきます。まな板不要で5分で作れるので少しでも参考にしてもらえると幸いです。材料合計738円で調理のスタートです。まずはご飯3合分を炊いて先に冷ましておきます。次にフライパンに油大さじ1を入れて、そのまま卵を割っていきます。卵の殻が入らないように気をつけましょう。そのまま砂糖大さじ2、塩コショウを適量入れて、そのまま菜箸で混ぜていきます。よくかき混ぜたら、そのまま中火で火を入れて、いり卵を作っていきます。ひたすら混ぜながら炒めていくと、微粒子になって見た目もいい感じになります。いり卵ができたら、一旦別皿に移しておきましょう。そのままのフライパンを使用し、ひき肉を炒めていきます。ひき肉に火が通ったら、砂糖大さじ1、醤油大さじ3、味噌を大さじ2杯入れて、そのまま中火で2分ほどさっと炒めたら、あっという間に完成です。次にご飯3合分をタッパーに敷き詰めて、タッパーは 500ml のタッパーを使用しています。次に手作りのアルミの仕切りを作ります。とは言っても仕切りになるようなものがあれば OK です。これをご飯の上にセットします。いい感じで盛り付けていきましょう。どういう盛り付けにするかは個人の自由です。そしたらあっという間に完成です。最後に蓋をパパッとして、パパッと冷凍庫を開けて、パパッと弁当を入れて、パパッとパパッと3パッと。冷凍庫からの解凍はレンジ600ワット5分で美味しくいただけます。今回の二色そぼろ弁当、洗い物も少なくすごく短時間で作れるので、ぜひ作ってみてください。本日も最後までご視聴の方ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。